Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。7月16日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 機能版の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。王子ね、本当に最近ね暑いですのでね、布団も引かずにね、こう板の間に、ね、冷たい感触をね感じながらねずっと寝てるんですけども、朝になるとね体の節々が痛くなってるよね。滑り王子マスクマンでございます。はい、本当に最近よく雨が降りますね。で岐阜県もねなんかちょっと大変になってて、大雨で、でやっぱりね雨もねいいんですけど、程よく降ってほしいなと思う。味噌煮込みスキーと、いや確かにですね、雨すっごい降ってるんですよね。で今日もですね、岐阜の方ですね、大雨警報が出たりしているんですけども、いやもうですね、もう雨ねいらないです、はっきり言ってもう十分だなと思ってるダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはクーラーエアコン。今夜のテーマはクーラーエアコンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ミランで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて、
相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。お願いします。ジョージさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。王子ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は寝るとき必ずエアコンをつけずに窓を開けて寝るようにしております。つけっぱしですと喉を痛めるから全身がだるくなって起きられなくなってしまいます。若い時はそんなことなかったのですが、50を過ぎると体に応えますね。そのため今は妻とは別室で寝ております。皆さんはどうですか、ということでございますけども、まあ、本当にそうですよね。あのクーラーつけっぱなしにしてこう喉を痛めちゃうことがありますので。ただね、これね、ちょっと王子ね、あの、ちょっと違 こう発想がしちゃいましたね、このジョージさんのね、このメールね。はい、50を過ぎると体に応えますね。奥さんとは別室で寝ていると、ということはですね、またちょっとこれはあんまりあの発言すると、えらいことになりますので、どんなことですか、ということはこの、50を過ぎても、ハッスルハッスルなのかなと思って、これ それにちょっと答えね、体に応えちゃうと、それについていけなくなってる奥さんが別室でという、ね、そういう話なのかなと思ってね、あ想像があの息をねかなり越してますんで、ツイキャスちょっと呼んでいいですか、ね、いいですよ、はい。沖縄大好きさん、ギノガルフからのこんばん名古屋。名古屋ありがとうございます。FMJGC さん、こんばんは。間に合いました。よかったよかった、間に合ってます。オープニングから、はい。チンクルちゃん、こんばんはということで、こんばんはです。高坊さん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。味噌煮込みさん、昨日はありがとうございましたということで、あれですかね、高坊のキックオフというのね、あの高坊さんの番組がですね、はい、ね、FM ギノワのスタジオから今までリモートだったんですけれども、高坊さん沖縄に、もうね移住されたというか、まあ、移住というか帰られたと言った方がいいのかな、沖縄の方に戻りましたので、FM ギノワンから、ね、スタジオから、ね、放送ができる。リアルタイムってことですね。そうです、リアルタイムで、素晴らしい。思わず、はい、あ、生高坊さんだと思ってで思わずコメントしてしまいました。はい、はい。沖縄大好きさん、ダンサーズさん、先週のメール改めて OK です。そしてしっかりひふみずバーで喜友名古屋告知しました、ということで、沖縄大工さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだですね、これ実は滑り王子まだ行ってないんですけども、ですね、沖縄大好きさん、次回の滑りナイトチャレンジャーになります。おう、それはいいことでございますね。はい、そういえば王子にちゃんと正式に言ってなかったわ。だよね、王子はあの別にあのサプライズで全然結構でございます。あの急遽決まりました。あ、どなたでも結構でございます。はい、でまたひな大好きさん、また詳細またご連絡改めてさせていただきます。はい、いつでもどんといらして。お黙り。なんでお黙りなの。はい、沖縄大好きさんは、ひな大好きさんの大好きを叫ぼうというね、番組やっていますよ。そうだね、はい。はい、カープボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。昨日風邪ひいたかなと思ったら、今日病院行ったらインフルエンザの A 型だって言われた。インフルなんですね。初めてインフルエンザだった。咳したら胸が痛くなるぐらいだから、この程度で治ってくれればありがたい、ということで、夏でもか、
夏でもあるんですね。あるんです ね, ねあるんですよ。いや今ね沖縄県も結構コロナがまた、ね、そうそうコロナまた新しいのありますよね。手足口病とかいろんなあるんですけれども、うんうんはい、なんとカープボーイさんはインフルエンザなんですね。ね、A 型ですと多分体中痛くなるとかね。あ、うん、本当ですよね、うん、骨が、うん、なんだろう関節が痛い、関節が痛くなる感じですよね、はい、ね、はい、ご自愛ください、はい、埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、吉田栄作並みに白半袖シャツが似合う滑り王子、こんばんは。こんばんは。そうでしょ、うん、最近ね、あのよく言われるんですよ、あの白 T がいいよっていう風にね言われまして、ただでも白膨張色ですよ。そうなんですよ、そこ膨張色です。そうなの、うん、あのこう清潔感があるよという風な、多分そういう感じなんでしょうけども、今ダンサーズが言ったように膨張感があってね、あの柄が丸々としてるように見えるっていうね。最近王子日焼けしたからこのコントラストがいいんじゃないの。あ結構じゃ あ, あのいい感じじゃないですか。まあいい、そういうことにしておきましょう。はい、ひふみさん、はい、こんばん、ごっくんちょー、ごっくんちょー、今日も京都でひふみです。ありがとうございます。ありがとうございます。どういうことだろう、今日京都で、今日は今日でって意味なのかな。あ、うんうん、京都からじゃないですか。京都からではないんだよね。違う、今日も京都でひふみです。明日は何でしょう、うん、はい、ヤンポーさん、ダンサーズさん、みそにさん、他一名こんばんは。こんばんは。こんばんは。他一名です。他一名他一名になっちゃった、うんうん、はい、カーフボーイさん、うん、今のことただのセクハラじゃないの。あ、先ほど の, あのメールの件でございますか。はい、そうですね、うん、これもあの高本さんが22時7分王子注意です。注意なのこれはあの王ちゃんと、ね、申し上げたように、であの王子の想像と言ってますので、うんうん、これは別にあのですね、ジョイさんに向けてはございませんので、うん、王子の想像というね、うん、架空なお話ということでね、うん、受け止めていただきたいなと思うんですけどね、うん、まあ、どっちでもいいんだね。あ、そうなの。はい、高尾さん、ダンサーさん、またよろしくお願いしますということで、あ、よろしくお願いいたします、はい、まあ、この男いたぶってやってください。埼玉の郷さん、生ポって、あ、私が生高尾さんって言ったからかな、うん、うんうん、あ、はい、バーモントさんからです、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは、うん、今月に入ってから夜寝る前にクーラーを入れてますと言っても、あくまでも除湿モードで、風向きは上向き固定、その代わり枕元にはサーキュレーターを置いて冷えすぎない程度に風を受けて寝てますということで、うんうん、あのちょっとテレビでもやってましたけれども、はい、そうサーキュレーターを入れるとこうなんて言うでしょう、部屋が均等にこう涼しくなって、体にもこう均等に冷やすっていうかね、いい効果があるそう で、うん、でサーキュレーターをしない、使用しない時よりも使用した方が設定温度が2度高くても涼しくなるっていう、なんか実験データが出てまして、このテレビでやってたんですけど、はい、そうかと思ってちょっと最近意識して扇風機を回してちょっと設定温度1度ぐらい上げるようにしてます、うんうんうん、いいですね、サーキュレーターね、うん、今いろんな機種が出てますので、うんうん、ね、天井に向けたり、あ、そうなの、いうこともできるみたいです、うんね、ありましたね、なんかね、あのアメトークかなんかの番組でやってましたね、やってた、扇風機をがこう、うん、上すごい上に向けて、うん、サーキュレーター代わりになるっていう、うんね、上に向けると対流する、うん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 、からいいっていうね、あ、言ってましたね、うんうん、今ね、いろいろいいものが、ね、出てるんですね、いろいろ、ね、家電も進化してますよね、はい、はい、はい、ということで、ひふみさん、ぬあまたかぼ、あ、ぬあまたかぼね。すごい 生感が出てますけどね、うんうん、はい、ではメールを紹介しましょうか、はい、はい、続いてのメールはですね、はい、うどん県大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。我が家では午後になるとエアコンをつけます。車でも最高気温が35度になりそうな時はクーラーをつけていますということでございます。35度あったらつけないとね、うん、クーラーつけないと本当に死んじゃうってことね、大げさですけどもかなり大変ですよ、やっぱりですね、熱中症ですよね、うん、今はもう躊躇なくつけてくださいって言ってますからね、うん、昔に比べて暑さの質が、うん、質が違いますね、うん、で明日もあれですよね、明日も那覇の最高気温予想、はい、35度っていう、うん、いや沖縄本島っていうか沖縄っ
ってこんなに高くなることないですよね。聞かないですよね、うん、私はこの前沖縄行きましたけど、あの時の最高気温も35度だったんですよ、うん、でいや沖縄にしてはもうちょっと種類が違うっていうふうに、うん、思いましたね。思いましたもん。なんかあれおかしいと思う。去年その前かな、うん、行った時はなんかやっぱり沖縄って避暑地だねっていうぐらい海風が爽やかだったんですけど、なんか今年は全然その海の風の涼しさを感じないんですよね。風は入らないですよ、うん、で湿度はそこまでではなかったんですけど、うん、あったんですけども、確かにでも暑さのない日差しの強さがあってもう痛かったですね、うん、肌が痛かったっていう、うんうん、ねえなんかねちょっと今年はどうなってるんでしょうね、はい、どんどん気象になってるんでしょうね、うん、はい、じゃあメールいきますね、はい、沖縄大好きさんからです、ダンサーズさん、みそさん、王子こんばん、名古屋名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。先週のヒーフミーズバーに急遽ゲスト出演させていただきました。僕と高保さんとマスターでお送りしましたが、ダンサーズさんの DM から番宣タイムになるというカオスな展開が起きました。はい、ねえあれ面白かったですけどね、ええ、ねえいきなりこう番組中にダンサーズがヒューミズバーのね番組中にダンサーズがオファーしたっていう、沖縄大好きさんに DM でオファーするっていうね、うん、そっからねちょっと番宣になっちゃったっていう面白い展開でしたけども、はい、ね最近ね FM ギノワもこうやってリスナーとパーソナリティがね、うん、なんて言うんでしょうね、リスナーとパーソナリティがっていうかパーソナリティがリスナーになってリスナーがパーソナリティになってるっていう状態になってるんで、はい、こういう面白いことがいっぱいあるんですけれども、うん、では本部いきますね、はいはいはい、テーマクーラーエアコン、暑い時期になるとエアコンは欠かせませんよね。ただそのエアコンにも手入れが必要不可欠。例えばエアコンフィルターに溜まっているホコリを取り除いて水で流したり、エアコン本体の中に溜まっているカビやホコリ汚れを専用のカバーに包んで高圧洗浄機の水圧を落としたりなど、業者の方にお願いする方もいれば自分でやられる方もいらっしゃいますね。3人は自分たちでエアコンの掃除をやったことありますか？あとクーラーが逃げるっていう言葉を使うのも沖縄だけですねっていうことで、はい、はい、そうなんですよ。どんな時に使うの？あのね、逃げる、うん、クーラーが逃げ、冷気がこう、うん、なんて名古屋だったらこう、うん、クーラーかけてある部屋で、うん、こうドア開けると冷気が逃げるがっていうじゃないですか。はい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 、ね、うん、でもそうじゃなくてクーラーが逃げるっていうんですよ、沖縄では。ああそういうことですね。まあ、長い面でいうところの、はいはい、まあ、冷気が逃げるがねっていう感じが、うんうんうん、クーラーが逃げるっていう、そういう意味ですね、うんうん、はいはいはい、面白い表現だなと思います、うんうん、そうですね、まあ、まあ冷気のことなんですけどね、はい、うんうんうん、そんな風です、うん、あ、王子はエアコンのお掃除しますか？しません。きっぱりどうしてるんですか？今ってさ、はい、自動でなんかクリーニングするようなそういう、お掃除機能ありますか？ありますよね。あります。まあ、一応それぐらいが勝手にやってくれてるっていうぐらいじゃないですか、ね、でもお掃除機能全部あります？多分ね、本当はちゃんとメンテナンスをしないと、うん、多分ホコリはどっかにね溜まってると思うんですけど、うんうん、それはしてないですね。一応つけた時にクリーニングっていうねサインが出ますので、なんか勝手にやってるなっていうのだけはね、うん、分かりますね。でもあれ溜まりますよね。溜まりますね、多分ね、うん、本当はね、まあ、プロの方にやっていただいたのが、うん、いいのかなと、うん、でエアコンの中にですね、ちょうどフィルターの奥に金属のありますよね、うん、はいはい、エパポレーターなんですけど、うん、エパポレーターも本当は掃除した方がいいんですけど、うんうん、なかなか ね、うんうん、ね素人では難しいかなと、うんうん、逆になんかそういう洗浄の、ね、専用剤を使っても素人がやったり逆に壊してしまったりとかね。あれね、ううあれやったことあるんですけど逆に悪化しましたね、あれ。あ、そうですか、うん、なんか逆になんかカビ臭くなってしまったっ、うん、あれやり方が悪いんじゃないのかな、うん、なのかな、うん、やっぱりこうね、プロの方の持ち屋は持ち屋さんにやってもらったらいいのかな。専用の業者さんもお掃除機能付きだと値段が倍になるんですよ、うんうん、
やっぱりちょっと難しいというかね、うんはいはい、複雑なので洗浄しにくいというか、あの洗浄機能も良し悪しでちょっと奥に行ってしまったりとか帰ってなんかすることもあるらしいので、なんかね一概にいいのか悪いのかっていうところは難しいところですね。掃除がしにくいっていうことがあるんでしょうね。確かに定期的なメンテナンスをしなくて、楽っていうところもあるけど、やっぱりね、そのなんていうの、その大元の掃除をするのがまた大変っていう、まあ、難しいですよね、はいはい、何がいいのかちょっと最近ちょっと悩み中ですけどね、はい、ということで、はいはい、じゃあメールお願いします。はい、続いてのメールご紹介します。こちらはですね、岐阜の9位のバーバさんからです。ありがとうございま す。9位名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。私は腸がつくほどの寒がり、沖縄で住んでいた家にはエアコンつけてなかったですよ。ああなかったんだ。でも沖縄なのに石油ストーブだけはありました。あら珍しい。うん、沖縄も寒いんです。あれから24年、今では エアコンつけたらしいですよ、ということでございます。うん、まあ、ご実家なのかな、うん、ね、うん、今はエアコンがついてるっていうことですよね。あ、そういうことですよね。うん、いやでも沖縄でも35度も暑さだったら、やっぱりエアコンが、まあ、今はってか、ね、クーラーがいると、この数年はちょっとね、本当にね、そうだろうね、ね、沖縄大好きさんが、はい、内部クリーン運転はあるけど、それでも埃はあるから綺麗にした方がいいですな。自分でできる人は自分でやりますし、Amazon で購入したりっていうことで、うんうんうん、で埼玉の郷さんがエアコン内の滑り菌注意って、ああエアコン内にね、嫌ですね、かかこれなかなか取れないよ、やっぱりすごいと思う、うん、業者さんに頼んでも難しいこれ結構、ね、難しいですね。多分これができるのは、ね、あの王子暮らしがあの洗浄できないでしょうね。おだまり、やりません。おだまり、じゃあ取れないじゃないですか。まあ、多分そのままにつけといてっていうね。まあまあね、10年以上はもうね、うんうん、その菌がね、滑り菌がついたままになってると思いますけど。ね、で埼玉の郷さんが切ったねって。切ったね。切った。切ったねって言われて。まあ、汚いかな、どうなんだろうね、うん、ただまあね、王子のもしかしたらその体臭までがね、あのついてるかもしれませんので、いいご利益があるかもしれませんよ。いや、それは遠慮します。滑ってます。はい、滑ってるの、凍結させてから溶かして汚れを取るのもありますね、はい、って高保さんがね、はい、言ってますよ。そういうのもありますね。ね、どうなんでしょうね、凍結させて溶かしてってやつ、あれね、で最近出たんですけど、 ありますね、うん、どんな感じなんでしょうね。はい、うん、ね、まあまあいろいろ機能がね、よくなって、さんが、そうだっすね、そうだっすねなってる。今までは行っても32度だったからねって、今年はびっくりだ、35度まで沖縄が温度上がるようになってるって、体温超えるのは勘弁してほしいなって、本当にそうですよね。うん、まあ、だからね、これはですね、まあ、昔はよくですね、こうね、毎週火曜日のね、午後10時以降がね、はい、よく冷えるわねと言われましたけどもね、はい、これは決して王子のことではね、ございませんので、自然現象だけど気象のね、ことでございますんで、王子が決してこの霊気をね、皆様方に与えてたということではございませんよ。地獄を見るわよ。でも高保さんが沖縄に行かれて、私が熱波を持って帰ったのかなってそうか、もういい高保さんが何、沖縄に高い温度を連れてっちゃったってことか。あ、うん、でも、もういい、いい具合ですよね、それもね。でも熱い男、熱男ってなって熱男か、熱男になってる。高保さんがこう持ってったのかな。いやでも、もういろんな意味でこう熱男はいいじゃないですか。熱男、うん、エネギリッシュ、ね、いいじゃないですか、ね、うん、でラントさんがこんばんにゃんこ、にゃんこ、にゃんこ、この前はありがとうございましたってこと。あ、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。ね、ね、なんだ、あそこのね、青森王国ですね、で、はい、のところのね、うん、コンサートというかライブというかね、はい、うん、でもお会いしまして久しぶりにね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。岐阜の9人のバーバーさん、こんばんは。今から夕ご飯仕上げて夫の事務所に配達することになりました。デリバリー？デリバリーなの？大変だ。
お疲れ様です。ねえ、ってことはあれですね、あの旦那様のお仕事が忙しいっていうことですよね。だからもう帰れないから夕飯持ってきてということで、まあ、お届けし、うんうん、することになるかなということで、まあ、今運んでる途中でしょうか。あの愛情弁当のような感じでね、よろしいじゃないですか。王子は仕事が忙しいときは王女様からなんか、いや何もございませんないですか。うん、何もございません ね, ねえ。だからそういう時はですね、はい、まああの、まあ、どうにかこうにかね、あのお腹を空かせながら宮殿に帰って、なんか残り物がないかさ、ね、漁ってるっていう。切ないな。残り物漁ってるって。そうなんです。結構ね残ってるんですよ。ほうほう、残ってる、うん、ある結構残ってるんですよね。で何それを何一人寂しく探して食べるの。そうそう、なんかサランラップが巻いてあるのもあれば、そのままの、ね、むき出しになってる場合もありますからね。お一人様、え、大体そういう感じでございますね。だって みんなは、みんなはこう分散されてますな。分散、うん、みんな好きなタイミングで明明に、はい、各ご自分のお部屋にこもってらっしゃるか、うん、王子もどこに行ってるかわからないんですてか、うん、家族団らんというか、まとまってこうご飯食べることってあんまりないんですか。うん、まあ、大体王子が不規則でございますんで、いついるかいないかとかね、うんうん、まあ、そんな感じでね、昔から思ってるんじゃないでしょうかね。王子のタイミングに合わせられないから、もうおのおのでやってるって感じですか。ね、うん、合わせるわけがないですよ王子に合わせるなんて、そんな奇特なことを、ね、言っていただけるなんて。王子って言ってる間に王子の立場本当弱いよね。まあ一応よくまあ見せかけだけと言われてますけどね滑り王子って王子って言ってる割にさ、だよね、いい年してずっと王子から昇格しないしね。ああ、そうか、そうか、そういうことか。あれでもね、起きたら誰もいないという。あ、それはよくありますね。うん、家族誰もいない、うん、どちらのあれはね、いらっしゃらないっていう。違う、私たちが誘ったんですよね、うん、明日、うん、どっか出かけるうちでしたか忘れちゃったんですけど、そしたら王子はいや、明日は家族で出かけるからって断ったんですよ。そうですね。で、あ、そっか、じゃあね、家族でそう出かける用事があるなら仕方がないねって言って、次の日に話を聞いたら、うんうん、起きたら誰もいなかったっていうか、うん、起きたら家族がみんな出かけてて、王子はもう一人でお目覚めっていうことでしたね、うん、なんかね、確かボーリングに出かけたの、映画を見に行ったなんかそんな風でしたよボーリング、あ、そう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 、なんかその中でそんな、ことを今思い出しましたね、うんうん、ボーリングもやらせてもらえなかった、うん、全然そういうあれもなっていうより違うんで、起きたらみんな出かけていなかったっていう、ね、お誘いもね、何もなかったですからね。違う、だって私たちの約束断ったのあれですよ、お誘い断ったのは家族で出かけるから王子はちょっとって言ったんですよ。そう、そうなんですよ、うん、でもなんでかな、なんでかな、うん、でもなんかね、多分そのどなたかって言い方は変ですけどもまあ誕生日とかね、多分なんかそんなようなあれがあったと思います。誰かの誕生日で、うん、でなんかこうでどこどこに行くというふうな話がね、うん、あったんですけど、うんうん、いつの間にか王子は連れてってもらえないっていう ね、どういうことそれは。何、王子は言われないんですか。え、だからそうそう、子供たちの誕生日を祝う権利もなかったってことですね。子供たちが誕生日でもじゃあ祝ってあげようかって言ってもいないと。そう、祝ってあげようと思って起きたら誰もいなかったっていう、まあ、王子がいない方が楽ちんってこと、うん、王子に祝ってもらいたくない、うん、まあもしかしたら、いや、そこまでは言ってないけどね、はい、うん、パパイヤさん、はい、今夜も元気にこんばんは、こんばんはということで、王子がボーリングで滑り倒された話。あ、逆に王子は何も誘われなかったっていうやつですね。っていう話ですね。なんか、ね、埼玉の郷さんが、うん、さっき冷蔵庫の話ですよね。アサリ王子なんて。ああ、アサリ王子ね。まあそれよくアサリますね。アサリ王子。奥の方になんかね、ね、アサリ王子っていうと、うん、もう王子すごい貧乏な感じに思いませんか。じゃあでもね、本当にね、手前の方にはね、まだ調理する前のものが、うん、入れてあって、奥の方に手突っ込むと、うん、ね、何日か前の、うん、で例えば煮物とかが入ってて、あ、これ食べれるじゃんっていう、
うん、で、こう皆様方がみんな忘れてるようなね、はい、うん、あ、そんなの入ってたのねみたいな入ってたのね、うん、っていう感じぐらいで、私でいただいてますけど、王子の家の冷蔵庫大丈夫？なんか調理されたものが奥に行っちゃってるってことですか？そうなんですよ。だからね、結構ね、うん、ね、奥の方に手伸ばすと、あ、なんかあのお皿があるなとかってラップがかかってるなと思うと、うん、うん、あ、食べるものあるじゃんみたいな。気をつけてくださいね、あの何日か前のか分かんないですけど、本当に食中毒のものね、何ですか、傷んでるもの。そうそう、一応ですね、私食べて、あの味もね変わらず、あの糸も引いてませんので、味なのか毒味なのか分かんないけど、うん、大丈夫でしたね。結構ね、そういう風なものがねありますよね。平気なんですか？結構ね、あのでも昔に比べるとちょっとね、はい、でも王子この間そういえば腸の調子がって言ってなかった？そう、ちょっと弱くなってるんだよね。もしかしたらそれ関係あるんじゃないですか？そう、関係あるかもしれないです。気をつけてくださいよ。あら、そうだ、あら、まあ、もしかしたらね、うん、あの徐々に徐々に王子の体を、ね、あの弱くするためにね、トリカブトじゃないですか？いや、そういう、それちょっとあの変な発想やめてください。いやいやいや、まあ、でもただ、ね、あのこうね、あの何日かわからないものが入ってるときは気をつけてくださいよって、はい、そうですね、まあ、一応よく言われるのはね、うん、ね、味見と、ね、こう見た目をこうよく見なさいと、うん、ね、糸引いてるとかなんかなってるといけないから、埼玉の坊さんが王子は処理班だって、はい、まあ、ほぼそんなパターンだよね。なんかわからなくないですね。家族で必ず誰かね、こうね、残ったものを食べる役割の人っているんで、いますね。だ、まあ、大体お母さんが多いんですけど、うん、王子の家はちょっと違うみたいですね。違うんですね、うん、だよねねえ、まあ、大体ね、そういったものでもね、大体平らげちゃうというふうに、ね、思われてますので、うん、まあ、とにかく食中毒には気をつけてくださいよ。はい、ということで、じゃあもう一つお願いします。はい、はい、ついでですね、あら、まあ、これはもうびっくりしちゃうわ、うん、ラジオネーム、王子の滑りがなくなったら残るものは何があるの？それ何、ラジオネームなの？うん、私は滑り王子が好きな美奈子ですって。よかった、美奈子さんだ。美奈子さんがね、ありがとうございます。これまたもう一つね、ラジオネームって書いてあって、うん、うん、あの滑り王子が好きって、またこれもう、これもしかしてラブレター？あれもうドストレートに来ましたね。来ましたね。はい、ちょっと内容を読まさせていただきます、はい、あ、それまだラジオネームなんだね。そう、ラジオネームなんです。本文をお願いします、うん、じゃあ、はい、みそさん、ダンサーさん、素敵な王子様こんばんは。違うでしょ？あ、本当だ、ね、全然違う。違うでしょ、うん、他1名と違いますからもうこの扱い、ね、このね、女こうリスナーから寄せてくるメールでこんなにも王子の扱いが違うんですもん ね、女さんすごいでしょ。女さんすごいね。ね、我が家では、はい、飼い猫のおどっちから猫山に改名したキジトラのメスがいます。これ猫ちゃんですね。あ、そうそうそう、うん、猫山さんっていう名前の猫ちゃんなんです、うんうん、それも最近改名したのかな。そうそう、おどその前はおどっちさん、うん、ね、おどっちって名前だったの ね、うん、猫山さんっていう話をね、うん、実は某、西町の局でね聞いたんですけどね、うん、はい、夏は暑いので熱中症予防に人間様が出かけている時もエアコンはつけっぱなしです。なので外はたまにしか出たがりませんということでございます。まあそうですね、猫ちゃんもね、暑い時はね、快適な暮らしがしたいということでね、うん、クーラーの前にね、涼んでるかもしれないですね。電気代がすごくかかっちゃいますよね。まあ、そうだね、でもね、やっぱりね、こうペットを飼うと、やっぱりペットもね、うん、やっぱり適切な気温でないといけませんか、うん、快適な気温じゃないとね、いけないですから、はい、ね、そうなんですよ、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では一旦 CM で、その後は名古屋は栄養コーナーです。はい、はいはい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、パップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置、運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせはリーグラッドで検索。名古屋は栄養コーナーですけど、はいはい、あのね、うん、王子ね、ふっと思い出したのは、はい、今の名古屋ドーム、バンテリンドームですね、はいはいはい、野球場ですけど、うん、あそこはですね、夏でも、うん、その快適なね、こう寒くもなく、暑くもなくっていうんですかね、うん、やっぱり選手もね、プレーしやすいようなこう温度設定になってると思うんですけども、うん、これね、すごいね、見てても、快適にね、もう観戦できるような感じの、ね、温度設定になってますので。そうですか、うん、まあ、昔名古屋球場だった時は野外でしたんで、まあ、そういう時はね、暑い時はそれこそ昔の甲子園じゃないです、勝ち割ってね、氷があったりとか、ちょっと暑い中でビール飲むも美味しかったと思うんですけども、ちょっとね、やっぱり今の名古屋ドームだと、もう本当にお部屋の中で、うん、快適な中で、まあ、居酒屋さんじゃないですけども、うん、もうそんな感じでね、まあ、ビールなんかいただいてもね、ちょっとなんかこう、暑い中飲むっていう感じではないんですね。うん、すごくね、まあ、感染している方々っていうのは、はい、とっても見やすいと思いますけども、うんうん、なんかね、すごい今ふっと思い出したのは、うん、名古屋ドームってなんか過ごしやすい環境の、うんうん、中に、まあ、ね、名古屋球場の時はね、本当に、うん、なんでしょう、暑くて。そう、やっぱり野外はね、うん、まあ、こういう時期なんかだとこう湿気なんかもあってムーンとしてるなっていうね、うん、あれもあったと思うんですけど、うん、今そういう感じがありませんので、やっぱドーム内だとね、うんうん、とっても快適で、 あそこにね、本当に布団敷いて寝てもいいぐらいな。でも本当にね、それぐらいのあれですよ。それぐらい効いてるんですか、エアコンって。うん、効いてる効いてる、うんうん、とっても快適で、もう暑くて汗ばんでしょうがないなっていうあれがありませんので、たくさんの人が入る、うん、入りますよね、うん、だからかなり強く、うん、まあね、熱気も普通ねあると思うんですけども、うん、とってもね、過ごしやすいような温度設定になってるなと思って、うんうん、あれはね、それだけの大きいね、うん、まあ、資材ドームにもかかわらずね、それだけの空調がしてあるっていうのはね、うんうん、かなりこう、上手く設定がしてあるんだろうなと思いますけどね。まあ本当にね、やっぱりエアコンないと大変ですからね、うん、学校なんかでもね、うん、エアコンやっぱり教室入ってますもんね、うん、そう、うん、ね、昔なかったですよね。でも、もう私たちの子供の頃はなかったですね、うん、名古屋でも全然エアコンなくて、だからまあね、私もですね、まあ、山の中にね、高校がありましたけども、うん、あまりにも暑くてですね、うん、まあ、下半身はパンツ以上でやってましたからね。え、それ高校で？はい、うん、本授業ではなくしてね、うん、まあ、なんていうの、補習授業っていうのかな、その、うん、時間外の、その、いや、補習授業でもですけど、え、学校でパンツ一緒ですか？はい、そうです。みんなはみんなもそういう人多かったですね。うん、王子どんな学校行ってたの？王子だけではございませんよ。あ、そうなの、うん、王子だけじゃないのね。まあ、上着というかね、それは半袖ワイシャツっていうの、その、うん、学生さんが着るような服に、下は大体ズボンじゃないですか、長ズボンじゃないですか、うん、で学生ズボンでね、うん、まあ、それを脱ぎ捨ててパンツ一丁でやってましたね。
うん、あ、まあね、あの王子の学校は女性がいなかったんだね。いなかったですね。あの、うん、今現在は女性もいらっしゃいますので。今は共学ですよね、大体ね、うん。今はいらっしゃいますんで、うん、それはできませんけども。うん、あ、まあね、うん、男性だけだとそういうことができるってことですね。それはもうね、それは快適ですよ。いろんな意味で。いや、これね。あ、その状態で外行っちゃったんじゃないですか。うん、もう忘れましたけど多分行ってるでしょうね。ああ、教室の外に出てるってことね、うん、いや教室の外じゃ行動ですよ。あ、行動は言ってないよね。いや、ダメでしょ、行動はちょっとまずいですよね。行動はね、ちょっとね、ね、制服を着た、ね、方々にちょっとね、うん、あの拉致されるっていうね、ちょっと法に触れそうですよね、うん、ちょっとそれはやめなさいって言われそうですからね、はい、うん、一応ね、あ、もしかしたらその、まあ、廊下ぐらいは出てたかもしれないですね。廊下、うん、でも学校の外ではなかったら大丈夫です。多分ね、あの、外では行ってないと思いますけど、ワイシャツ部土陳列祭ってあー、そういう、まあ、うちでもパンツ履いてますからね、うん、陳列ではないかもしれないですね、うん、まあ、ね、あの、フルオープンではございませんので。おだまり。いやー、すごいな、うん、名古屋は栄養コーナー、王子の高校生の時はパンツ一丁だったっていう話でした。はい、反応が来てますよ、沖縄大吉さん、フルオープンって、はい、おいって、はい、だからそれ遮ろうと思って、もうメール読もうと思ったの。さんもオープン王子悪くないなってなんかオープンカーみたいなさノリで言ってるけどさ、パパヤさんがこれええ話だったのって、いや名古屋はええようじゃなかったよね。それはですね、うん、あの前半をちゃんと聞いていただきたいですね。バンテリンドームの話、ね、そうですそうです、はい、どうしてそっちからそっち行っちゃったかな。、ね、はい、メールご紹介します、はい、お願いします。今夜も元気にこんばんは。こんばんは、みんなの沖縄 T シャツパパヤです。はい、ありがとうございます。この間母がリンパに転移した大腸がんの投薬治療を受けるかもということで、うん、いつ入院になるかもしれないというようなことで買い物に行ったり好きなものを食べに行ったりしてきたんです。うん、結局がんが小さくなってて要観察になったので良かったのですけど、実家に帰った時に母が私の車今は乗らない方がいいよと言って弟やおばの運転で移動していたんです。うん、なんでかって聞いたらクーラーが壊れてるって。あら、あら、それ買い物よりも最重要事項じゃないのと、うん、ってことになって修理代を渡しておきました。実は今週末も別件で実家に帰るのですが、ちゃんとクーラーの効いた車に乗れそうです。おもちゃちゃんと整備されたということですね。よかったですね。はい、さてここで番組の宣伝を。はい、はい、今週18日深夜0時から放送のスリップビートですが、はい、突然のクイズ企画をやります。なんとクイズ企画斬新。うん、アクセサリーの断捨離をしていくつかの金属を売りに行きました。はい、その金額を当ててください。何を売ったのかを番組内にてお話しします。皆さん振るってご参加くださいということでございます。でも何をどんだけ売ったかっていうところが欲しいですよね。それは一応番組内で、ああ、それを番組内で、うん、でちょっとねお知らせして、あ、そうかそうか、うん、でも、はい、収録なので、うん、先に金額を送らなきゃいけないんですよ、メールで。おう、ああ、ね、ってなるとですね、うん、何が、ね、あの金塊がたくさんの場合だとかなりの金額になりますので。そうそう、でも何が売ったか、うん、何を売ったかっていうのは金額を当てるんですか。そうです、金額なんですね。番組でしかそれは伝えられないので、うんうんうん、先に答えを送らなきゃいけないっていう展開ですよね、うん、これ。そうですね、締め切りは、これ締め切りは書いてないですね。今週の18日深夜0時から放送のスリップ、多分収録はですね、うん、あ、今日の多分0時まで、うん、あ、うん、違う、締め切りは来週、あ、書いてあります。どこに売りに行ったかも番組内でお話しします。あ、はい、締め切りは来週ですということで。あ、そうなんだ。あ、そういうことで、ね、大丈夫です、はい、1週間先ですね、うんうん、だから、はい、今日木曜日の、今週木曜日の、深夜0時から、うん、
聞きまして、うん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 、そこの番組内でどこに売りに行ったかとかそういった話をします。でそれを聞いて、答えるので、おそらく答えは、今日ではなくて来週の、火曜日というか水曜日になるところですね。これはやっぱ番組を聞いた方がいいですね。そうですね、ということで、王子頑張って木曜日深夜起きてて、木曜日の0時、はい、次の日むっちゃ早い日だな今木曜日の0時というか金曜日というかね、うんですけど、はいはいはい、ということでございますので、はい、皆さん振るって応募というかね、メールを送っていただきたいなと思います、はい、というその前に番組もちゃんと聞いてよってことですね、はい、はい、あ、そうそう、来週火曜日までということで、はい、はいはいはい、はい、続いてですね、声がかっこいいダンサーズさん、声かっこいいって、ありがとうございます、ね、あれいじられキャラの王子さんって、あれ王子いじられてるいつも、うん、え、いじられてるっていうか、滑られ、まあ己で滑られてるかもしれませんけどね。そういうことね、うん、かわいいみそにこみすきさん、ありがとうございます。かわいいってきたよ、ね、ありがとうございます、リスナーの皆さんこんばんは、ティンクリちゃんです、ありがとうございます、ありがとうございます、久しぶりにメールを送らせていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいな、お家のクーラーの温度は大体28度に設定しています、うん、27度とかに設定すると寒いと感じます。高校生の頃毎年のように風邪をひいていたことを思い出します。おお、一度違うだけであれなんだね、すごいですね、設定温度、もう私なんてねダメですね、27度なんて暑いで暑いですよね、うん、もう私ね、あの設定温度、これはちょっと非難されるかもしれないですね。非難しますよ。言っていいですか？どうぞ。設定温度は24度です。そう、うん、寒いんですよ、24度。うん、でもさ、すっごい寒くなって、うん、あの布団ってあります？あの掛け布団って。うん、あります。あれでね、冷やしてね、ガンガンに冷やしてね、掛け布団かけて寝るとね、すっごい気持ちいいんだよね。ちょっとわかります、それ、うん。なんかやっぱりかかってる方が安心感ありますよね。うん、なんかね、気持ちいいんですよね。ね、でもエアコンないと暑いから、ガンガンに冷やしてかけるっていう、うん、気持ちはわからなくないですけど、うん、もうちょっと経済的に行きたいところですね、はい、経済的に、はい、じゃあメールいきますよ、はい、ゼニガタケイブさんからです、はい、ありがとうございます。クーラーエアコンですが、夏場必ずクーラーエアコンは絶対にかけてないとダメですが、私自身学生の頃からクーラーエアコンというのは正直苦手です。なぜなら冷風に当たるのはいいけど、足の裏が当たりすぎると冷えてしまって、それが原因でお腹が痛くなってしまうからですって。自宅いわく社宅にクーラーエアコンはないので、部屋では扇風機の送風をつけて過ごすようにしています。扇風機の送風で大丈夫なんですかね、ね、ということです。あの王子ね、あの逆にこの、ね、足が冷えるじゃなくして、はい、お風呂に入ってね、ちょっと経つとね、こう足がまあ熱くなる、足の裏が熱くなる、はい、っていうことがね、結構あるんですよね、うん、で、まあ、そのためにね、クーラーつけて、それこそ本当に足の裏のところにね、あの氷でも当てたいなと思うぐらいなんですけども、うん、もうまあ、それをしばらくすると収まるみたいで、寝れるんですけど、本当にね、なんか足の裏熱くなって、これも一種ね、なんかちょっと病気の一種なのかもしれないですけども、そうやって、ね、なんでしょうね、足がこうほてるっていうんですかね、うんうん、でそういうことがありますので、ただもうどうしても寝れないとかっていう風ではないもんですから、うんうん、自然にこう寝て朝方になるとそれはもう解消されてるんですけど、寝る前ってでもなんかちょっとなんて言うんでしょうね、熱が、うん、熱を帯びるっていうか、なんか手足かゆくなったりっていうのありますよね、うん、なんでしょうね、あれ ね、 熱くなる時があって、ね、うん、よくね、頻繁ではないんですけども、そうやって感じると、うん、こうね、こう板の間のところにこう足の裏をペタッとくっつけてこう、ね、うん、まあ、冷やしてる、ちょっとひんやりさせてっていうね、そう、 そういうことをねやってますけどね、うん、あれですかね、やっぱ日中結構暑いから熱を、うん、体に熱が溜まってるのかもしれないですよね、まあ、そうですよね、で、まあ、ね、逆のパターンでね、こう、うん、まあ、冷え性の方だとこう、ね、足が冷えちゃうとかね、うん、冷やしすぎちゃうってこともあるんでしょうね。ツインクルちゃんがメール届くか不安でしたってことで届いてますよ、届いてるよ、はい、はい、そうそう、さっきのね、いじられてるのかいじめられているのか、はい、
ていうか沖縄大好きさんもいじられてるというか滑って僕らに突っ込まれまくり、ああそちらの方が適切かもしれないですね。あのただね、はい、あのご指摘していただきたいのは、うん、どの部分が滑ってるか教えて、うん、あの今日もこの、ね、時間帯ずっとねお話してますけども、うんねまあ、一度も滑りのないトークをねしてるつもりでいますので、王子、うん、滑ってます、どこが滑ってるかなっていうのね、王子滑ってます、皆さんの感じるとか違うからね、あほら王子滑ってます、今ですって、今今ですよ、今滑ることあるかな、じゃあ今その Now ですよ、 Now いねって、王子滑ってます、そ それだよそれで、沖縄大好きさんが王子アーカイブ見ましょうって。この人見ない。そうなんですよ。聞かないんですよ。もうあそうなんですよ。ダンサーズとミソには正直、うん、たまにというかまあ、うん、か完全ではないですけど、うん、もうある程度、うん、アーカイブ見て反省したりとか、うん、こうした方がいいとか考えるんですよね。うん、あこうしてるなとか。でもね、その王子全然やらないでしょ、ね、それ、ね、その度にね一応ね、うん、今日もずっとそうですけども、はい、ね、自分なりにこうねずっと話をしてること、うん、それはちゃんと分かってますので別に酔っ払いでございませんので、ね、ちゃんとこう理解はしてね、おしゃべりはしてますので、ただ今日のこの時間帯ずっとですね、うん、どこが滑ったと、うんうんね、その滑ってる部分をねご指摘していただきたいもん、終わりです。そんな話をしているうちに、はい、山中智文さん、はい、はい、スベリー先生え滑ってますかって、ほら、滑ってるのに気づいてない人がまたまた、だから今日の放送同じ匂いがするじゃないですか、聞いていただければ分かると思うんですよ、同じ匂いがするな、でパパヤさんが酒なしで滑れる才能これ才能なんですか、才能か、そうか、そうですよね、普通酔わないですね、才能というふうに取っていただくとすごい美談で終わるんですけど、はい、じゃあメールお願いしますよ、はい、メールご紹介します、はい、ダンサーさん、みそにこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、おばあからもらったプライベートジェットです、ありがとうございます、現在の家に引っ越してから3年間寝室にはエアコンなしで過ごしていたのですが、毎年暑さとの戦いでした、だよね、うん、軽く熱中症になりかけていたかもしれません、去年4年目にして寝室にエアコンを設置し、ものすごく快適に過ごしています。うん、うん、いいね、今年も6月からエアコンを、使用する日もありました。うん、ここ数年の夏の暑さは、尋常ではないので、うん、エアコンは必需品ですね。そして仕事から高齢者宅を訪問するのですが、エアコンがなかったり、あっても使用していなかったりといったことが多々あります。あら、大変。熱中症にならずお過ごして、くださいませと。ということでございます、あやっぱりね、高齢者の方っていうのはやっぱりその、うん、暑いということに気づきにくくなるんですよね、そうそうそう、ちょっとそういうとこがあるみたいですね、うんうん、だからやっぱりこうね訪問して行かれる、ね、担当の方がこう適切に使った方がいいですよって働きかけた方がいいかなって思いますね、うんうん、なかなかねもう自分で感じにくくなってるっていうところがね、ですね、だからそれと同様に喉も乾いてるのに乾いてるって感じなかったりするんでね、高齢者の方はやっぱりちょっと、ね、そのあたり配慮は必要かなって思いますよ、今いい、はい、いいものがありますから ね、うんね、うん、ではメール行きますね、はい、します、ラジオネーム高坊さんからです、ありがとうございま す、沖縄のアパートって大抵エアコン常設されているそうですよ、私も助かりました、こんな暑いのにエアコンなかったら大変ですからね、東京ではエアコンないところもあって大変ですよということです、エアコンついてるんですかってことですね、で 今これを、うん、この文章を読んでてそうですね、うん、あのエアコンね、あのアパートを借りるってなると、うん、大抵エアコンって持ち込みですよね、うんうん、自分でつけるなりして、今はもうあれなのかな、じゃあついてるってことですか ねもう今は、うんそういう家財がついてるとかクーラー付きっていう感覚で考えた方がいいんですか ね、うんうん、ね貸し出しをしてるのかわからないですけど、うん、結構あの冷蔵庫とかもね、あの学生さんなんかが住むようなね、あのワンルームなんかでついてるとこありますよ、ついてるんですね、ありますね、うんうん、だからそんなようなところが、ああいうの壊れたら大家さんが買いに来るんですか、多分そうでしょうね、ああなるほど、うん、そうなんですね、その分のその家賃に含まれてると思いますけどね、うんうん、なるほど、あ高坊さんが標準装備になってますね、うん、なるほど、で、パパヤさんもうちの実家も基地の騒音関係でクーラー補助完備、あ
うん、あやっぱりねその飛行機の音がうるさいので、うんうん、あのもう閉めるじゃないですか、うん、そうするとやっぱりエアコン加湿なので、うん、ということですよね、うん、でやっぱり FMJ 自身さんも最初からついてるところもありますということで、なるほど、そうなんですね、はい、ではエンディングです、はい、エンディングです、はい、来週のテーマはバーベキュー。来週のテーマはバーベキューです。バーベキューといえばビーチパーティー、カーでのバーベキューは最高、ある食材をバーベキューに持参したら大好評だったなど、バーベキューエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送をサポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢や、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ヤンポさんがクーラーなら某 3A で1日過ごすと電気代の節約まあそうだろうね、ずっといると。なんか昔ありましたね、うん、ショッピングセンターに避難っていうね、あの店員さんにね、あのね、睨まれちゃうよということでございますんで、はい、はい、来週も聞いてください。閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。もう本当にクーラーないとね、暑くてね、ね、快適にね過ごせませんからね、うん、うん、ね、まあクーラーをつけて来週もね、あのこの旧名古屋ね聞いていただきたいなと思います。あなたがね、寒いトークしてくれたらね涼しくなるんだよ。いやでもそれはそれでちょっと嫌な感じもするし、高野さんがね、王子カードは免れましたねって、あ、そうだ、今日でしょ、注意で終わったでしょ、うん、あ、今日はあれよね、まあ、今日もですけどね、今日もあのいいお話ができましたんでありがとうございました。先週は沖縄大好きさんにカード出されてましたねはい、ということで、はい、来週も聞いてください。パパさんがひんやり王子って、あ、ひんやり王子なんか微妙だな。まあね、あの、まあ、滑りないとね、期待していただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週です。ありがとうございます。ありがとうございます。